こんにちは森永エンゼル財団の野脇と申しししまますすよろしくお願い,いたしますさて最近どんな食のフォーラムをやってきたか2012年からおやつ文化の未来おやつ地域の食和菓子と西洋菓子の出会い明治時代嗜好品ことはじめそしてミルクキャラメルの物語といくつかのテーマでずっとこういう,こう,いう形の フォーラムを開催させてていいただいておりますでこれらの内容につきましては今,今お手元にあのリーフレットを配らさせていただきましたけれども森永エンゼルカレッジっていうウェブサイトで、えー、ご覧をいただくことができます。であの司会の方からありましたように今回の,おフ,ォーラムのフォーラムにつきましてもお今撮影をしてそして、えー、あ後ほどして。 編集をして編集しないと時々僕つまんないこと言っちゃいますから多分今の部分をカットしますけれどもねそういう形で編集をさせていただく中で、えー、まあ、えー、皆さんにご覧いただくようにしています、えー、エンゼル財団森永エンゼル財団ですけれどもこの財団は一体どんな財団かっていうことをまずご説明をさせていただきますけれども私森永製菓に入社したっていうお話し,しましたけれども えー、森永エンゼル財団は森永製菓によって1991年なんかこの字はちょっと小さくなってます1991年に設立されましたで、えー、どんなことをやってきたかっていうとうん後でまたちょっと触れますけれども、えー、森永製菓ってエンゼルマークであのそのエンゼルのお心を大切にしようということを 根底に置きながらいろいろなフォーラムを実施をしてそして今ではそれを森永エンゼルカレッジっていうインターネット上の学校というのか文化教室というのかそういうもので皆さんに自由にご覧にいただくようになっていますさて本日のフォーラムですけれども青山学院大学経済学部の 大内光先生に近代塩業の成立と展開ということでテーマでお話をいただきます。大内先生、お塩が専門ですけれども、例えばここであの国益思想の源流っていうご著書を書かせていただきましたけれども、ここではあの砂糖の国産化についての研究。 もされて一冊の本を表しています、えー、今日は多分あの使用を中心にお話になるうことになると思いますさてイントロダクションということで私の方から森永エンゼル財団のご紹介をしつつう少し正規転換期における貸し業界 ちょうど20世紀の前後のお菓子の業界どうなっていたかっていうお話をさせていただこうと思っています。20世紀って言いましたけれども森永製菓は1899年に二坪の工場からスタートしました大変小さいスタートですね で、これよくお話をするとき、その、うん、時代劇なんかで、よくあの職人さんのうちなんか出てきますね。ちょうどあの、土間、うちがあって土間があってそこで作業をする。そんなようなイメージを持っていただくのがいいのかなっていうふうに思ってます。1899年に東京市赤坂区ため溜き町に、アメリカで十足掛け12年間、 西洋菓子の修行をした森永太一郎という人間が創業したのが森永製菓の始まりです。では森永製菓とエンゼルとの関係なんですけれども、えー、森永製菓って聞いてエンゼルマークというのはさっと思い浮かべていただける方が多いといいんですけど中には なかなかその結びつかない方もいらっしゃいますじゃあなんで森永製菓ってエンゼルマークなんだろうかこれあの1899年に森永が創業した時の引き札です引き札っていうのは今でいうチラシ広告のことですこれですととちょっと お小さいもんですから真ん中辺にあの出てます「マーシュマロすなわちエンジルフード天の使いの食料は特別に大勉強を持って安価に売りさばき申しそろってこのチラシのところに最初の創業時のチラシに書いています」「太一郎さん アメリカから日本に戻ってきて菓子屋を開業しようと思った時にどうしたか日本からアメリカに渡ってきた日本人にいろいろなお菓子を作って食べてもらいましたその時に一番好評だったのがマシュマロだったんですねここでは「マシュマロ」って書いてますけれどもマシュマロだったんですまだ、 日本人にはバターやミルクいわゆる乳製品の味がなじみがなかったんですね。でどうでしょう最近マシュマロ召し上がりましたかねマで食感もこう,うん牛んっていうとちょっと違いますけど牛皮みたいな感じでしかも表面に砂糖をまぶしていて甘い。 そこで、えー、好評だった。で、太一郎、戻ってきて、最初に、えー、日本で売れるお菓子はマシュマロだったっていう確信を持ったわけです。ですから、えー、最初のチラシ広告のところに、えー、真ん中辺に書いた、えー、この文章ですけども、こういう文章をお書いてわけです。これが、1905年、 最初にエンゼル・マークがー登場した新聞広告です森永製菓が、えー、創業した当時っていうのはそんなにその西洋菓子っていうのは、えー、普及をしていませんでしたただ、えー、森永が出てきて、えー、西洋菓子が売れ始めると世の中に模倣品真似をした商品が 出回ってくるわけですでこの真似をしている商品が品質が良ければこれは申し分ないんですけれども往々にして品質が悪いものが出回ってくるそうすると初めて西洋菓子を食べたお客様が「西洋菓子ってこんなものなのか?」「もう二度と食べないよ」って言われると西洋菓子としてはそれ以上お,お客様の お口に入ることどどどどん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 少なくなくってますそこでトレードマークをつけて、えー、お客様に安心して召し上がっていただくマークを作ることにしたんです。最初に考えたのが先ほど「二つぼって言いましたけれどもボ二つを使ったマークを考えました。えー、太一郎さんっていうのは 佐賀県のの出身ですで幼少の頃は陶器陶器床の見習いっていうかを手伝ってた経過もあってそして2つの壺のマークを考えたただこれは、うん、周りの人からちょっとお菓子としては似合わないねそんな意見も出てくる中で当時一番お客様に好まれていた マシュマロが、えー、天の使いの食料だっていうところそれから、えー、エンゼルマークを考えたわけです。年年明治38年のことです書いてありますね1905年明治38年5月エンゼルマークを初めて新聞広告に使用そして6月 塩の先輩制度を実施。これで強引にあの今回のメインテーマであるお塩とエンゼルを結びつけてしまいましたこれが、えー、最初のエンゼルマークです先ほどの、えー、新聞広告に載っていたマークですねそれから、えー、少しずつエンゼルマーク 変化しています。大正初期、大正中期、ご覧になって、お気づきになったかもしれません。エンゼルが、ハンドルみたいなものを持ってますね。この最初のマークも持ってます。T と M、森永太一郎のイニシャルなんです。愛と恵みの素晴らしい天国の 家庭を子供たちに届けるのは生火業を転職とした自分の仕事だ太一郎さんアメリカであのキリスト教徒にもなっていて日本でキリスト教を復旧しようというふうにも考えていましたそんなことから、えー、イニシャルの TM を天使エンゼルがしっかり握っている図案を考えたわけです このエンゼルマークですけれどもその後少しずつ変化をしています向かって左側か昭和26年からって書いてありますけれどもこのエンゼルマークがおなじみの方が多いかもしれません最近入ってきたあの新入社員見ると生まれた時はもうすでに新しいエンゼルマークなんで え僕があの新しいエンゼルマークっていうと「はっ」ていう反応を取られちゃうんですけれどもえ昭和61年1986年ですからもう30年経ってますけれども今のエンゼルマークが登場しましたこれはあのうん1899年に森永製菓誕生しましたけれども100周年目が1999年です。そして21世紀 2001年これから21世紀に向かう企業としてふさわしい企業意思を明確に鮮明に示そうということで新しいエンゼルマークの導入を決めたわけです。これも M を基調にしながら微笑みながら天を仰いで未来へのエネルギーを秘めた翼二つの翼で大きく天に羽ばたこうというそういうエンゼルマークに えー、1986年に変えました。